あの店ならおすすめじゃ。あと2回手入れすれば尻尾の毛も滑らかになるじゃろう。こんな綺麗な尻尾が生えておるんじゃ、大事にせねばならぬ。そうじゃろ。そんなことには興味がない。遠慮させてもらう。口ではそう言っておっても耳が立っておるぞ。何時の尻尾は専門的な手入れを受けておらぬようじゃが、毛並みは悪くない。つまり何時が自ら手入れをしている証拠じゃ。丸くうずくまり柔らかな尻尾を抱きしめながら夢の世界に入るのが癖になっているようじゃの。なぜそのことを。ふざけるな。俺は渡墨島の大将だ。そんなことをするわけがない。なに、そう恥ずかしがることはない。モフモフした尻尾を抱きしめながら寝たいという気持ちはわらわにも理解できる。本当か。いや違う、またお前に流されるところだった。よく考えてみれば俺はどうしてお前と尻尾の話なんかしているんだ。どうしてって、何時がモフモフした尻尾を持っておるからじゃ。可愛いと思うぞ。どうにかしてこの状況を打開しなければ。お前は。よかった、頼む、助けてくれ。おや、これはこれはわらわの一番お気に入りのわっぱではないか。まさかここで会うとはの。今尻尾の話をしていたところじゃ。五郎の尻尾は綺麗じゃろう。触ってみたいと思わぬか。おい、なんでお前まで。これで五郎も分かったじゃろう。自分の尻尾がどれほど魅力的かを。失礼いたします。宮司様、頼まれていました例の件ですが滞りなく完了いたしました。今回はある大物画家に依頼しましたので完成品にご満足いただけるかと。ふむ、後で見に行こう。問題がなければ店の前に置くことにする。さて、冗談はここまでじゃ。せっかく鳴神島に来たんじゃ、ここの変化をとくと見ていくとよい。何時らが鳴神島で楽しく過ごせることを願っておるぞ。あいつ、去り際になんだか変な目つけで俺のことを見てたよな。まさか何か企んでいるのか。はあ、お前には恥ずかしいところを見せた。今日俺が八重戸を訪ねたのは三五宮様のための本を買うためだったんだ。渡墨島が幕府と平和条約を結んで以来、互いの関係はより親密なものとなった。そこで俺も幕府が統治する地がどんな場所なのか見てみたいと思ったんだ。なのにまさかここであの女に会うとは。何度か話したことがあるんだが未だになれない。俺はああいった人が苦手なんだ。背が高く変わった話し方をする。それに彼女からは妙な圧も感じるしな。戦場で会うならまだしも、普段の生活で会ったらどう接していいのかわからん。これも俺の弱点の一つなのかもしれないな。いいのか？それは助かる。実を言うとずっと不安だったんだ。あんな風に狼狽する俺の姿を兵士たちが見たらがっかりしてしまうんじゃないかと。だから彼らのためにも俺は変わらねばならない。弱点を克服した後、八重巫女にもう一度挑みに行こう。ところでお前には何かいい方法があるのか？いい方法だ。まずは理論的なところから始め、心の恐怖を根本から解消すれば恐れるものもなくなるはずだ。だが理論を学ぶといってもどこに行けばいい？俺は鳴神島に知り合いはいない。
ひとまず渡積島に戻って誰かに話を聞いてみるとしよう。やっぱり渡積島の方が落ち着くな。ここに来る道中、実はいいことを思いついた。軍には俺より年上の仲間がたくさんいる。あいつらならきっとああいった場面にもうまく対応できるはずだ。彼らに話を聞いてみよう。しかし俺が苦手だということは言わないようにしなくては。以前と同じようにある友人のことなのだがと前置きするようにしよう。なるほど。つまり五郎様の友人は気の強い女性が苦手ということですね。ああ、だからその友人の代わりに何かいい解決策がないか聞きたくてな。俺の経験上、適当にあしらうのが一番簡単な方法ですね。五郎様は、いや、五郎様のその友人は人の話をいつも真面目に聞く方なのではないでしょうか。相手が誰であろうと、五郎様の友人は皆を平等に扱います。それは俺からするととても尊敬できる部分です。でも言い換えれば、五郎様の友人は相手の言葉に惑わされやすく、つい耳を傾けてしまうということになります。そういったことでお悩みでしたら、いっそ相手の言葉を聞かないよう集中力を分散させてはどうでしょう。答えに詰まるような質問だった場合、たまには適当に答えてみるのもいいかもしれません。確かに一理ある。そういった考え方もあったのか。必ずしも通用するとは限りませんけど、年を重ねるにつれて適当にあしらうということを人は覚えていきます。でも五郎様の友人はまだそのような年齢になっていないようです。そうか、友人の代わりに礼を言う。どういたしまして。そういえば三五の宮の美和さんが近くに来ているそうです。彼女にも相談してみてはどうでしょう。女性ならまた違った視点からの助言をもらえるはずです。そうだな。では美和にも話を聞いてみるとするか。通常外部の人間が三五宮様との謁見を望む場合、身分を証明するものと公文書を美和が受け取り、その後三五宮様のところに届くようになっている。だから美和は人付き合いの経験が豊富なんだ。何かいい方法を知ってるかもしれない。五郎大将、それにメカジキ二番隊の隊長もどうかしましたか？実はお前に聞きたいことがあるんだ。わかりました。つまり五郎様のその友人は自分の弱点を克服したいということですね。そうだ、何かいい案はないだろうか。そうですね、自分の本心を隠してみてはどうでしょう。どうして八重巫子が五郎様の友人をからかうことができるのか考えてみてください。いつも微笑みを絶やさない彼女の本心を誰も知ることはできません。だから彼女は常に負け知らずなのです。五郎様の友人がもし彼女に負けたくないのであれば、彼女みたいに自分の本心を隠すことを学ぶ必要があります。なるほど、つまり心を沈めさえすれば俺の友人も彼女の思惑に乗らなくて済むということか。その通りです。一見複雑そうなことでも、実際は誰が最後まで我慢できるかと
というだけなんです。助かった、感謝する。ミワが教えてくれた方法なら俺の友人もきっと弱点を克服できるはずだ。ええ、五郎様の友人のご分を祈っています。ああ、少しずつだが俺も自信が湧いてきたぞ。そうだ、先ほど思い出したんだが、つい先日三五宮様が常備用の虎の巻を追加されたんだ。何かいい助言が書いてあるかもしれない。念のため確認しに行ってみよう。先日三五宮様からいただいた虎の巻は3巻だ。八重美子を相手にするのでしたら。ちょっと待っててくれ。軍隊の移動、広報勤務、紛争の解決、外国の商人との付き合い方、あった、これだ。気まずい社交の場を避ける方法。さすが三五宮様、こんなことまで考えていらっしゃるとは。社交とは戦のようなもの。己を知り相手を知ることで勝機は生まれる。三五宮様でさえこのように重く捉えているのだ。やはり用心に越したことはないな。これを読む限り対策を学んだだけでは足りないということだ。勝利を勝ち取るには八重巫女の弱点も知る必要もある。だがどうすれば彼女について詳しく知ることができるだろうか。八重堂か。なるほど、あの女はよく八重堂に足を運んでいる。つまりあそこにはきっと彼女に関する情報があるはずだ。調べに行こう。お二人とも本を買いにいらしたのですか。ちょうど新しい娯楽小説が入荷したところです。どれも人気のある作品ですよ。宮司様は実に目が利きます。あの方が選んだ本はそのほとんどが大流行するのですから。こんな噂まであります。宮司様に認めてもらえれば人気作家の仲間入りまであと一歩だと。そうです。送られてきた本を一通り読んであらすじを書いた後、宮司様のところへと送り最終的にご決断いただいております。では八重宮司とはどんな人物なのか知っているか。宮司様はお忙しい方でして、八重堂に来ても毎回すぐお帰りになります。ですので私たちもあの方のことは深く知らないのです。ただ八重堂に対してとても熱心で、たまに私たちにこう宣伝したらいいと教えてくれることがあります。例えば八重堂が出版する月刊漢字ですが、以前は売り上げが芳しくなく毎月赤字ギリギリの状態でした。いつ廃刊になるかもわからない状況だったのです。この本を愛読していただいている方たちからは、いつか読めなくなるんじゃないかと心配され、その寂しい気持ちを綴った手紙をたくさんいただきました。すると宮司様がどうしたらいいか策を授けてくださったのです。その結果売り上げがなんとうなぎ登りに。月刊漢字？それって、あ、いや別のことを思い出しただけだ。八重堂の宣伝を彼女が自ら立案していたとは。あの女の人の心を読む力はやはり侮れんな。恩に着る。八重宮司に関して他にも何か知らないか。いえ、これ以上は特に。ただ何をしようとされているか分かりませんが、宮司様の考えを推し量るのはお勧めできません。あの方は
私が今まで見てきた人の中でも最も謎大きいお方ですので。お前も彼女をそんな風に思っているのか。どうやらこれ以上は情報を得られなそうだな。今聞いた話によると、これらの娯楽小説は八重宮司が自ら選んでいると言っていた。軽く目を通してみるといいかもな。何か手がかりになるものがあるかもしれない。お二人とも興味がおありでしたら、この異世界に召喚された俺は一度も負けたことがないをおすすめします。この本の主人公は特別な能力を持っているわけではありません。それでも強敵を次々と倒すことができるのは地道な積み重ねと不意を打つ策略があるからです。不意を打つ策略か。そういった点は三五宮様のやり方に通ずるところがあるな。この本の中に、捨てることができない人は何かを得ることもできないという名台詞があります。格上の相手に勝つには多少の犠牲も必要だということです。ふむ、勉強になった。また一つ策を手に入れたな。相手を知ることはできなかったが、多くのことを学べた。今こそこれまでの成果を試す時だ。八重巫女の拠点、鳴神大社に向かおう。ここが鳴神大社か。ここに来るのは初めてだ。お二人とも何かお悩みのようですね。おみくじでも引いてみませんか。鳴神大社のおみくじはとてもご利益があると有名なんですよ。以前聞いた話によると、戦争の前に少領たちは様々な方法で吉凶を占ったという。俺にそういった習慣はないが、せっかくの機会だ、一緒に引いてみないか。ではおみくじを選ぼう。結果はどうだ。大吉だ。よかった。運も味方してくれているということだな。今日こそ名誉を挽回してみせる。行こう。
また今日。ダメ、もう一回引こう。もうすぐあの女と再び相まみえることになる。安心しろ、俺たちの努力は必ず報われる。もう彼女にからかわれはしないぞ。わらわが思ってたより少し遅かったの。何かあったのか？もちろんじゃ。じゃからここで待っておったのじゃろ？ふん、知っていたからなんだ。もううろたえたりはしないぞ、俺たちは。そう急ぐことはない。わらわが当ててみよう。かつてここには毎日多くの参拝客がやってきた。そしてその者どもは皆が同じ目的を持っておったんじゃ。特に二人一組でここに来る者は、その大半が生涯共にありたいと思う相手を伴っていった。そしてここで将来の行く末を占うのじゃ。二人とも、もし興味があるのならわらわが占ってやるぞ。生涯共にありたい？周平の話を覚えているか？こういう時はまともに取り合わなければいい。彼女の言葉に惑わされるな。そう考えると、前に進めたあの店にはもう行かなくてもよいじゃろうな。何せ尻尾の手入れはその隣にいるわっぱに任せればよいからの。そやつが尻尾を持ち、もう片方の手で櫛を巧みに使いながら優しく溶かしてくれる姿を想像してみるんじゃ。まずい、思わず頭の中にその光景が。こうなったら美和から聞いた方法を使うしかない。ちなみに顔に出ないよう我慢しておっても無駄じゃ。仏頂面を貫いておるが、尻尾は正直に揺れておる。全く隠せておらんぞ。何？じゃが知っておるか、大多数の者は尻尾に目が行きがちじゃが、モフモフとした尖った耳も実にそそられるものじゃということを。もう最後の方法にかけるしかない。不意を打つ。肉を切らせて骨を断つというだろう。俺にはもう他に手がない。お前がこちらの心をこうも理解しているのは、実はお前も同じだからなのだろう。尻尾を抱きながら寝て、尻尾を溶かしてもらいたいとお前も思ってるんだ。素直に自分の本心を認め、わらわを巻き込むつもりか。これも一つの成長じゃな。じゃがよく見るといい、わらわに尻尾はない。どう？撤退だ。このまま戦うより次の作戦に向けて士気を維持した方がいい。行くぞ。帰ったら特訓の強度を上げよう。次こそは負けない。二人とも、また来るとよい。また今日。ダメ、もう一回引こう。
あいつ、はあ、綿積島がそこで俺も幕府がと何度か話したこと、俺はああいった戦場で会う、ああ、本当か？そうだ、八重堂に関することでもう一つある。八重堂から出版されている月刊漢字の質問欄に読者たちからの相談が届くんだが、俺はその返信の手伝いをしているんだ。なぜ俺が選ばれたのか自分でもよくわからない。だがこれも俺に任された仕事のうちの一つだ。勝手に辞めるわけにもいかない。今回の投稿文は先ほど八重巫女から渡された。どこかで返信文を書いたら八重堂に持っていこう。この辺りは静かなようだな。ここで書くとするか。さっさと終わらせて八重堂に届けて、他のことをしよう。あの女が八重堂で俺を待ち伏せしてなければいいが、返事を書くには時間がかかるかもしれない。届いた質問の中には変わったものも多く、どう返信したらいいか考える必要もある。よかった、じゃあ返事を書くとしよう。お前の意見も聞いてみたいと思っていたんだ。そうだな、この手紙から始めよう。今日私はあるお兄さんに出会いました。その人は村の外からやってきた方で、とても整った顔立ちをしており、心地よい素敵な声をしています。私は戸の陰からそっと彼を見ていました。するとどうしてか頬が熱くなり、胸がドキドキとしてきたのです。これは一体何なのでしょう。早速俺の最も苦手な分野の相談が来てしまった。手紙を書いた子は少女のようだ。女心を理解するのはいつも難しいな。お前はどう思う？色恋がどのような感覚のものかは知らないが、お前がそう言うのならそうなのだろう。ではこう返事するとしよう。その気持ちは一生に何度もあるものではありません。だからどんな結果になろうとも勇気を振り絞って心を掴んでおきましょう。ん？そうか？でも戦場にいる時だってそうだ。好機はすぐ消失せてしまう。全力で掴み取らなければならない。だから色恋も同じようなもんなんじゃないか。俺からの助言は以上だ。よし、次の手紙を読もう。隣人が何度もお金を借りに来るのですが、期日通りに帰ってこないことが何度もありました。その度遠回しに返済をほのめかすのですが、相手はいつも話をそらします。その人には若い頃に恩があるため、このことをあまり大ごとにせず解決したいと考えています。どうしたらいいでしょうか。ご近所さん同士の問題みたいだな。こういったことは先延ばしすると良くない。軍の少将たちの間でいざこざが起こった時もすぐさま解決するようにしている。軍法において最も重要なのは公平性だ。お金を借りたら返す、これは当たり前のこと。多少強引な手段を講じることになってもモラを返してもらうべきだと助言しようと思うのだが、お前はどう思う？よし、じゃあその方向で行こう。そうだな、こう返事しよう。恩は返すべきものですが、他の方法で返した方がいいでしょう。今最も優先すべきことは借金を返済してもらうこと、それから相手にこれ以上借金をさせないことです。これでこの手紙も終わりだな。さてどうやら次の手紙は少々長いようだ。こんにちは、俺は鳴神島の出身で
今は抵抗軍の兵士をやっています。俺の部下か。そうだと思うが誰かはわからないな。読者から手紙が届くと八重堂がその中に出てきた実在の名を全て消して書き直しているんだ。だから俺にも特定はできない。続きを読んでみよう。俺はメガリレーを無視できず抵抗軍入りを決心しました。そして出会ったのが戦友たちです。俺は彼らと共に戦い強い絆で結ばれました。戦争は終結し目的は果たされ状況も落ち着きつつあります。ただ俺は今も渡積島にいます。ここは俺の故郷ではないというのに。そして最近鳴上島の散りゆく桜の夢をよく見るようになりました。俺は戻るべきなのか迷っています。抵抗軍の皆は温かく俺も幕府への期待をとっくに捨てている身。しかし教習の念にはどうしても逆らえそうにありません。どう回答したらいいだろうか。考えさせてくれ。正直に言えば部下である兵士に離れてほしくはない。だがもしそれで彼らを困らせてしまったらそれはメガリレーと何の違いがある。だからこう返事しよう。今の鳴上島は昔とはまた違います。帰ってみるといいでしょう。よし、これでいいだろう。大丈夫だ。さあ残りも終わらせよう。お前のおかげで今回はうまく書けた。早速八重堂まで届けに行こう。今回のお返事も確かに受け取りました。お疲れ様でした。五郎さん。いや大したことじゃない。協力すると約束したからには俺も最善を尽くすのみだ。お前にお願いがあるのだが俺と一緒に渡積島まで来てくれないだろうか。兵士たちと話がしたいんだ。もちろん引き止めるつもりはないが、ただ別れも告げずにいなくなっては欲しくない。前にカズハが言っていた。一度でも縁を結んだものであればたとえ離れてもその縁が切れることはないと。だが俺は怖いのかもしれない。人は誰しも変わるものだ。共に戦った仲間と次再び会った時もしかしたら壁ができているかもしれない。ああ、準備ができたら出発しよう。五郎様、それにメカジキ2番隊の隊長、お二人とも軍営を視察にいらっしゃったのですか。あ、いや今回は違うんだ。ちょうど休みだったからみんなの話が聞きたくてな。五郎様、何が聞きたいんです。俺たちで話せることなら何でも話しますよ。ただここ最近はずっと軍営にいるのでそう面白いことは話せませんが。実はふと思ったことがあってだな。
みんなにそれを聞きたいんだ。戦争が終わった後、三五宮様は軍を再編成し、仲間の多くは他の業務をする部署に移動することとなった。その後、彼らとはまだつながりはあるか？正直、あまり連絡を取っていませんね。俺たちは訓練と見回りでいっぱいいっぱいでして、時間を作って彼らに会いに行くなんてことほぼ不可能ですから。休暇もありますが、休みは家に帰って家族のそばにいてやります。それに休みの日は人それぞれですし、そうなかなか会いません。そうですね。こっちが空いていても相手の都合が合わなかったり、またその逆で相手の都合が良い時にはこっちが忙しかったりするので。それに会ったとしても何をしたらいいんでしょう。それぞれもう仕事が違いますし、お互いに新たな友人もできてる。そう積もるような話もありません。やっぱりそうなのか。大丈夫だ。ちょっと感傷的になっただけだ。ただ不思議とずっと心の中で感じていることがあります。感じていること？はい。どんなに遠く離れようとも、何を経験しようとも、渡積島に危機が訪れた時、俺たちは再びここに集うと。たとえあの頃とどんなに変わっていようと、互いに背中を任せられる。これだけは絶対に変わりません。なぜなら俺たちは五郎様の兵士であり、かつて戦場で五郎様と共に戦った仲間だからです。今はあまり連絡を取っていなくとも、俺たちは生死を共にした仲間に違いありません。五郎様に声をかけられれば、俺たちは再び武器を手に取ります。全ては抵抗軍のために。そうか、その通りだな。抵抗軍のために。さて、これ以上は邪魔しないでおこう。訓練に専念してくれ。他のことは心配いらない。五郎様、ここにいらしたんですか。弘明が五郎様に会いたいとのことです。長いこと軍営で待っているのですが、なかなかお戻りにならず困っておりました。これから軍営に戻りますか。もし他に用事があるのでしたら、俺があいつにそう伝えておきますが。すぐ行くと伝えといてくれ。今の俺はもう迷わない。共に軍営に来てくれるか。伝次郎の言った通りだ。この先どう変わろうとも、俺たちは互いに背中を任せられる存在に違いない。次再び会うとき、気まずい沈黙があるかもしれないが、きっとすぐ以前のように戻れるはずだ。五郎様、実は除隊の申請をしに参りました。突然で申し訳ございません。ただ実は俺も決心したばかりでして。いや大丈夫だ。かつて俺はメガリレーを憎み、それが敷かれた鳴上島に失望していました。戦争が終わってから故郷の鳴上島に帰りたいと思うことはあったものの、なかなか決心できずにいたのです。でもひなさんの励ましのおかげで、俺は勇気を出してこの気持ちを伝えようと思うようになりました。もちろん五郎様の許可をいただけなかった場合、俺はその命に従います。俺は五郎様の兵士ですから。ひなさん、それは誰のことだ。これは話すと長くなるのですが。まあいい、その人のことはさておき、お前の除隊申請を許可しよう。五郎様。そう悲しそうな顔をするな。二度と会えないわけじゃない。暇があったらまた渡積島に来ればいい。一つのところに縛られることなく、やりたいことをすればいいんだ。どこにいようとも
俺たちは仲間なんだから。はい大将。それでは失礼します。五郎様もどうかお体にお気をつけください。ああ道中気をつけろよ。これでいい。むしろこうするべきだったんだよな。こういう時笑顔で送り出してやるのが正解なんだ。この辺りは静かなようだな。ここで書くとする。あの女が返事を書くには八重堂で見そうだな。だが気をつけろよ。もし見かけ、いや戦略的って、皆さんお静かに。今日私たちがここに集まったのはズバリ同じ目的を持つ同志だからです。さあその目的とは何でしょう。もちろんひなさんの素晴らしさを世のすべての人に伝えることだ。そうその通り。ひなさんの優しさ、思いやり、そして時折垣間見えるコウクマのようなやんちゃな一面、これらすべてを僕たちはすでに経験しました。しかしこの世界にはひなさんの助けが必要な人がまだたくさんいます。私たちにできることはひなさんの存在をこの世のすべての人々に伝えることです。あなたはひなさんを知っていますか。みんなここに助けの必要な人がいますよ。しー、声が大きいですよ。彼女が驚いてしまったらどうするのですか。こんにちは。喜びにあふれたこの良き日に、私たちは完璧なお方を君にご紹介しましょう。彼女は優しく思いやりがあり、空でひときわ輝く星のような存在。どうぞこちらのチラシをご覧ください。どうだ。おっとすみません、興奮のあまり詳しい紹介を忘れていました。八重堂が出版している月刊漢字はお読みになったことはありますか。その本には読者からの相談を募集する質問欄がありまして、私たちはそこに投稿した最初の読者です。そこに投稿するといつも優しい答えが返ってきます。八重堂の編集者は彼女の本名、性別、あらゆる情報を非公開にしていますが、きっとそのお方は慈愛に満ちたお姉さんだと私たちは思っています。はあ、間違いない。彼女の手紙からは相手への敬いと信頼、そして偽りのない自然な親近感がひしひしと伝わってくる。繊細な心を持つ彼女は寄せられた手紙に込められた感情にいつも気づき、適切な助言をしてくれる。まあ恋愛に関する話題は苦手なようだが、それも彼女の可愛いところの一つだ。でも以前まではあまり人気がなく、この質問欄は打ち切り寸前でした。そこで八重堂が彼女の肖像画を公開したんです。
すると少しずつ人気が出てくるようになりました。そう、ひなさんは月刊漢字の質問欄の担当者で、私たちが尊敬しているお方。今日八重堂がひなさんの正式な肖像画を公開すると聞き、私たちは各地よりはせさんじたのです。すべてはこの偉大なる瞬間を目撃するために。ぜひ見ていってください。ひなさんは本当に愛らしい方ですので。私は月下ひな講演家。そういえばファンって言葉は何年、そういえばファンって言葉は何年か前にある冒険者のお姉さんに教えてもらったんです。あの女は八重堂にいたか。ふぅ、そうか。ああ、返事を書き終わったから八重堂に提出しようと思ってな。なんでか。人の助けになるからだな。八重堂の編集者にも、これは君にしかできないことなんですって言われてるんだ。最初は頼まれてただ断れなかったから始めたことだった。でも気づいたら自分でも楽しむようになっていたんだ。気づけば何百通も返事を書いていた。それにたまに感謝されたり褒められたりもする。そういうのがとても嬉しくてな。あの恐ろしい女のことを考えると、正直なところ八重堂とは付き合いたくない。だが俺の返事で多くの人が救われると思うと、なんだか責任感が芽生えてきたな。返事を書くのをやめたら、かえって違和感を覚える日が来るかもしれない。何があったかは知らないが、あの女がいないうちにさっさと返事を渡してしまおう。読者たちがこれを受け取った時の反応が楽しみだ。軍にいると大将である俺に対してみんな少なからずかしこまってしまう。でも手紙を通じての交流ならそういった問題もない。俺に手紙を書いてくれる人はみんな俺を何でも話せる親友だと思ってくれているようだ。だから俺も彼らの期待を裏切るわけにはいかない。さあ行こう。ん？八重堂はここからそう遠くないだろう。一緒に行こう。万が一あの女が急に戻ってきても、俺たちで協力すればなんとかなるさ。行くぞ。おかしい。今日はやけに賑やかなようだ。俺はあまりここに来ないが、いつもこんな感じなのか。お、あそこがひときわ賑わってるみたいだ。見に行ってみよう。皆さん、もう一度言います。私たちはひな講演会の会員です。
講演会の規則をしっかりと守らなければなりません。一つ、ひなさんの正体を探らないこと。ひなさんに迷惑をかけてはいけません。二つ、ひなさんのファンとして争いを招くような発言をしないこと。他人に悪い印象を与えないよう自制することを心がけてください。三つ、あらゆる方法でひなさんを宣伝すること。ですが、もし相手が興味を示さなかったら無理強いをしてはいけません。最後に、私たちはひなさんのためにここに集まり、そしてひなさんのためにより自分を磨いていかなくてはなりません。皆さん、守れますか？もちろんだ。ひなさんを困らせるのではなく、ひなさんに誇りだと思ってもらえるように。おお、これが噂に聞く講演会というものか。誰の講演会なのか知らないが、すごい熱量だな。出陣前にみんなで集まって誓い合った時のことを思い出す。どうした？なんだかお前の様子が少し変だが。さっきから目もそらしてるし、何かあったのか？まさかあの女が。失礼するが、君なんだかひなさんに似ているね。そうか。だがこれも何かの縁だ。ひなさんは知ってるか？すまない、よく知らないな。そうか、だったら少し話を聞いてくれ。彼女は優しく思いやりのあるお姉さんなんだ。悩み事を彼女に相談すればいつだって優しく答えてくれる。おお、人付き合いのうまそうな方みたいだな。八重美子とは全然違う。そう思わないか？でも本当に似ていますね。まさかひなさんの血縁者なのでは？し、おい、忘れたのか。ひなさんの個人情報を探ってはいけないって。ならせめて一緒に写真だけでも。その、一緒に写真を撮ってもいいだろうか。今日はひなさんの正式な肖像画を見るためわざわざ写真機を借りてきたんだ。ああ、大丈夫だか？なんで俺と写真を撮りたがるんだ？そうなのか？これでいいだろう。俺も八重堂に返事を届けないと。すみません、皆さん通してください。ひなさんの看板が届きましたので、皆さん道を開けてくれませんか？皆さん、正式なひなさんの肖像画ですよ。ひなさん、ひなさん。俺も少し気になってきたな。見に行ってみよう。え？何か問題でもあるのか？なんだと？ここにいてはまずい。早々に離れよう。気にはなるが、次また八重堂に返事を届けに来る時までお預けだな。その時はまた一緒に来よう。私の計画と同じように。いやダメだ、登場人物にお菓子を。
よ。あいつ、はあ、渡積島がそこで俺も幕府が何度か話した。俺はああいった戦場で会う。ああお前の言う通り、今回鳴上島に来たのは以前名槌の浜で幕府軍と戦った時だが、当時戦況は芳しくなく、今日はその箱を持って帰ろうと思ったんだが、あの箱はすごく大事なものなんだ。だから冒険者協会に行って取り戻したい。よかった、礼を言う。や、あやてのごとく、や、あやてのごとく。それは困りましたね。ご安心ください、あなたたちがお探しのものはこちらで預かっています。ただ今すぐはお渡しができない状況なんです。実はその箱が放蕩団の事件に関係していまして、現在はその調査中となります。妙だな、あそこに埋めた箱と放蕩団に何の関係があるんだ。はい、ご説明しますと、少し前に木漏れ茶屋で窃盗事件が発生したんです。犯行は放蕩団によるもので、教会はその調査依頼を受けました。そして冒険者が調査した結果、彼らは宝を名槌の浜に埋めたということが分かったのです。しかしいざ私たちが掘り返してみると、名槌の浜からは様々なものが出てきました。どれが放蕩団に関係するものなのか判断ができない状況となってしまっているのです。そのため一旦それらをすべて冒険者協会で保管し、放蕩団を捕まえた後、彼らの供述をもとに持ち主へお返しすることになりました。そうだったのか、まさか俺以外にもあそこに物を埋めてる人がいたとは。それがそちらの考えというのなら、俺も今すぐ返してもらおうとは思わない。だがその調査は順調に進んでいるのか。それが厄介なことに、放蕩団の隠れ家が未だ見つかっていないのです。お二方にはもうしばらくお待ちいただくことになるかと。もうしばらくか、ならどうだ、俺が放蕩団を見つけ出そう。そして盗品の確認ができ次第、俺の箱を返してもらえないだろうか。あれはとても大事なものなんだ。だからできる限り早く手元に戻したい。ええ、そういうことでしたらもちろん構いません。しかし多くの冒険者がこのことを調べましたが、何も成果が出ずに終わっています。お二方も探すのでしたら、何か方法を考える必要があるかもしれません。ああ、今のところはそうするしかないな。そこに行けば何か手がかりが残っているかもしれない。ところでその木漏れ茶屋とはどんな場所なんだ。なるほど、なんだか趣のある場所みたいだな。そこに行ってみよう。や、ね、あやてのごとく、お二方も例の窃盗事件を調べに来たのですか。それはお疲れ様です。ですが特に手がかりは見つかっていません。今回窃盗被害に遭ったのは太郎丸の2番金庫です。あの日夜も更けて木漏れ茶屋の周辺から人が少なくなった頃、その隙を狙って彼らは店に侵入をしました。私たちが気づいた時にはもう手遅れで、
残っていた痕跡から何とか箱を取り戻しましたが、木漏れ茶屋を狙った砲塔団はどこかに身を潜め、今も行方がわからないままです。何度も聞き込みをしましたが、誰もその砲塔団を目撃した人はいませんでした。相手はかなりの手だれだと思われます。太郎丸、どうして出てきたのですか？おかしいですね。今日の太郎丸、なんだかいつもと様子が違うようです。こいつは砲塔団の隠れ家を知っているらしい。なんというか、方言を聞いているような感じなんだ。分かりにくいところも多々あるが、大体は理解できる。砲塔団が盗みを働いていた時、太郎丸もその場にいたらしい。砲塔団は太郎丸を警戒していなかったようで、いろいろ話しているところを聞いたようだ。相手は人数が多く武装していたため、太郎丸は吠えることもできず、そいつらを見逃すことしかできなかったとのことだ。なるほど。ここ最近太郎丸がそわそわしながら外を見ていたのはそれが理由だったんですね。外に出て散歩がしたいのかと勘違いしていました。それは確かに面倒だな。あ、わかった。砲塔団の奴らが天守閣真下の砂浜に身を隠すと話していたのも太郎丸が聞いたようだ。あそこを調べる人はそういない。砲塔団にとっては最も安全な場所ということだな。砲塔団は全部で5人。親分の名前は康介で、若頭は安久という人のようだ。親分の訛りからして多分鳴上島の出身で、新人2人の出身は、お疲れ太郎丸。手がかりを知っているのに伝えられなかったのは辛かっただろう。安心しろ、残りは俺たちに任せてくれ。必ずお前のものを取り戻そう。一緒に来てくれるか？今は軍を率いていないが、数人のコソ泥であれば俺たちだけで解決できるはずだ。この辺りにいるはずだ。辺りに危険な気配が漂っている。匂いも妙だな。気をつけろ。と踊りなさい火の用心。ということだ。まさかここを調べに来るやつがいるとは。兄貴、最も危険な場所こそ最も安全な場所だって言ってたよな。そのはずだ。ここ数日隠れていて誰にも気づかれなかっただろう。そろそろ騒ぎが収まるって時に捕まっちまうとは。おいガキ、お前ら一体何者だ？そいつらに言うことは何もない。生活が苦しくとも兵士たちが民に手を出すことは一度もなかった。お前たちは平和な地で暮らしているにもかかわらず、私欲のため悪事を犯した。こいつらを早く冒険者協会に連れて行こう。身元を確認した後、相応の罰を受けてもらう。頼む、見逃してくれないか。これまで食べてきたもんを半分やろう。目をつぶってくれるなら何でもする。黙れ。そいつらを縛って連れて行くぞ。
よく考えたらここは軍営じゃない。そこまでしなくてもよかったな。だが盗っ人は罰を受けるべきだ。そいつらを連れて行こう。取り調べの結果、木漏れ茶屋のものを盗んだのはこの人たちで間違いありません。しかし手がかりが全くない状況で彼らを捕まえるとは思いませんでした。砲塔団の供述により盗品の確認も終わりましたので、お約束通り探していた箱をお返しします。はい、どうぞ。ふぅ、よかった。うん、いや中にやはり、ま、全部あるみたいだな。俺についてきた兵士たちが残したものだ。水筒、手ぬぐい、膝当て、ありふれたものだが、そこには彼らの名前が書いてある。彼らが家族に残した唯一の形見だ。あの作戦を前にして生き残る可能性は低いと皆が分かっていた。だから兵士たちは俺のところに来て自らの形見を家族に残そうとした。戦場で刀と槍は折れ、ひしゃげた鎧は持ち運ぶのに苦労する。多くの者は字を書けなかったから手紙も残せなかった。最後に家に届けることができたのはいつも使用していた日用品だけだったんだ。兵士たちは俺のことを信頼してくれていたが、俺はあの戦いで勝つことができなかった。彼らから託されたものをただ砂浜に埋めることしかできなかったんだ。こういったことに直面するたび、俺は自分に言い聞かせるんだ。もっと強くなられればと。そうだな。あいつ、はあ、渡積島がそこで俺も幕府何度か話した。俺はああいった戦場で、あいいのか。実を言うとだから彼らの弱点をこくところで。なるほど、そしてそのいい方法だな。ああ確か渡積、あの時部下と歩いていたら商人に出会ったんだ。やってみる価値はあるな。確かそこは外国の、やここが離島か。錆びれているように見えるが平和のようだ。町には天領奉行の役人もあまりいないし、
実にいい場所だな。では始めるとしよう。人の心を操る女商人の役を頼む。実は最近、寝る時の毛布が不足していると兵士たちがよく口にしているのを耳にするんだ。毛布を10枚くれないだろうか。ああ、わかった。払おう。手頃な値段だ。値切りする必要はないんじゃないか。それもあまり高くないと思うが。高いのか。すまない、軍需品の準備はいつもサンゴロミア様が担当していたんだ。だからその値段にも詳しくなくてな。何がどうおかしいのかわからないんだ。このままじゃダメだな。俺が値切らなければお前が協力してくれているこの状況も意味をなさない。だがどうしたらいいんだ。俺が興味を持つものか。ならケーキでもいいだろうか。高っ。ケーキの値段くらいは俺も知ってるぞ。待った、よくよく考えてみると10万もらもするケーキだ。きっとそんじょそこらのケーキよりもうまいんじゃないか。ここ最近の貯蓄で足りるはずだが。まさか10万もらもするケーキなどないのか。残念だ。どうやら商人との交渉を真似るにはこの辺の知識が俺たちに足りていないようだ。俺たちがファディか。それなら早速試してみよう。今だな。ファデュイには会ったことあるが、俺よりも背の高い奴らばかりだった。俺も毎日欠かさず訓練に励んでいるが、奴らみたいな屈強な筋肉はつきそうにない。あと、そうだろ少なくとも部下の兵士たちよりもたくましくならなくてはな。皆から寄せられる信頼はこの体格と関係がないのは知っている。だが俺の背がもう少し高く体つきもたくましくあれば、敵に突撃するとき俺の後ろ姿をよりはっきりと彼らは見ることができる。そうすれば陣形も乱れなくなるはずだ。俺がいる限り彼らは俺の後ろをついてきてくれる。あ、話がそれたな。訓練を続けよう。それで誰の真似をするつもりだ。何？敵襲か？そうだったのか。本当にファデューが来たのかと思った。いや違う、後ろを見ろ。俺の勘違いではない。お前がファデューのセリフを先に奪っただけみたいだ。武器を構えろ。見つけた、覗きます。だ、強行。まだまだ。まずはこれ。ご助力を。いでよ。進軍。大佐。失礼。ほな、ほっ、
聞いたみたいだ。まずはこれを。バディを引き寄せてしまうとは。奴らに邪魔されたせいで先ほどまでの気持ちもだいぶ薄れてしまった。やはり奴らの真似をするのはやめておこう。何しろ奴らは渡つみ島で悪事を働いたのだからな。他の方法はないか。ん？それってそれはちょっと早すぎでは？サンゴノミヤ様はよく焦らず一歩ずつ進むべきだと言っていた。言っておくが、俺は別にビビってるわけじゃないぞ。ただまだ早いと思っているだけで。そうだな、オンに切る。いつまでも尻込みしていては俺らしくない。次の訓練こそが正念場だ。またここに戻ってくるとは。安心しろ、覚悟はできてる。俺は渡墨島の少領、抵抗軍の大将だ。これ式のことで臆することはない。さあ来い。この感じなんだか。違う、八重美子とお前の演技が悪いというわけではない。原因は別にある。今はふと気づいたんだ。俺が恐れてるのは彼女のあの意味深な笑みと人の心を見透かすような目なのかもしれない。あれを前にすると俺の秘密は隠れることもできず、余すことなく覗かれているかのような気になるんだ。だがお前は違う。俺はお前のことを信頼している。だから自らお前と秘密を共有したいと思っているんだ。たとえお前が彼女の話し方を意図的に真似ようとも、俺は恐れない。なぜなら俺たちは共に戦った仲間だからだ。はあ、でもそれって
俺たちの訓練が失敗したってことだよな。悔しいことだが、俺は自分のこの弱い一面を受け入れなければならないということか。これからも俺はこの弱点と共に生きていく。考えただけで気が重くなってくる。何？本当か？甘いものを食べるのは久々だ。さあ行こう、ケーキを買いに。よし、あとはどこか静かな場所を探して。うまい。軍営の中ではそうめったに食べられるものじゃない。兵士たちにとってこれは贅沢な品だ。食料の供給が改善されても甘味より肉や酒の方が優先される。だからケーキをご馳走してくれたこと。唯一心残りといえば、鳴神島の菓子は精巧すぎて思いっきり食べられないことだな。しかし三五宮様も言っていた。兵士たるもの、忍耐と自制が必要だと。いいのか？それじゃあ遠慮なく。